モジコレトロハイマートは、福岡県北九州市モジ区のモジコレトロ地区に所在する超高層マンション。最上部は展望台になっている。屋上にはヘリパッドがある。高さ103メートルから、関門海峡、関門峡、モジコレトロ地区や下関市、カラトの街並みが270度見渡せる。また、情報戦望峡。 アイステアや17倍率まで拡大できるデジタル望遠鏡などが設置されている。22時まで利用化。モジコレトロハイマートは現在、モジコレトロ地区のランドマークともなっているが、景観をめぐって裁判が争われた末に建設されたものである。当初、ここには15階建てのマンションが計画され、1994年に建築確認が申請された。 申請を受けた市は、マンションの規模や形態が、景観保全を目指す地区にそぐわないとして、都市景観条例に基づいて、計画を見直す、要行政指導を行い、外観がレトロ調に改められた。しかし、マンションの基本的な形は修正されなかったため、市は建築確認を行わず、これを不服とした建築主が提訴したため、争いが、法廷の場合と移された。 この紛争はマンションの幅を狭くして高さを倍にするという形で決着を見た。市が主に問題としたのは約50メートルという高さにより景観上重要な若めがり山が船だまりから見えなくなることであった。そこで横幅を狭くすることで山が見えるようにし、その代わりに高さを高くしてマンションの容石を確保したわけである。さらに、 最上階の31階をしが買い取り、文字号レトロ展望室として観光用に開放することとなった。ありがとうございます。